沖縄来たでちょっちょねまあ認めます。ブラック企業ですA マスト YouTube チームブラック企業ですが、ちょっとそろそろ社員旅行みたいな、夏休みを取らないと暴動が起きかねないなという。YouTube ってそんなに儲かってるんやっけ？ほんまにうんうん、ほんまにうんうんなんですけども、今日はもう本当にオフで、YouTube チーム、はい、我々入れて全10人と言いたいところですが、いもちゃんいないです。なんでですか？なんかいもちゃんだけ仕事で来れませんっていう。うん、やっぱりいもちゃんは。何でしたっけ、編集ドランカーなんでしたっけ、その、はい、推薦編集で、ちょっとまあスケジュールもちょっともう、なんかまだブラック日課がゴン箱にあるっていうのを聞いてます。まあ彼女は彼女で、はいはい、半径1メートルで夏休みを取ってると思うんですけども、ちょっと忙しいということで。あ、そうですか。来れないんです。ちょっといいっすか、ちょっと、笑い多いかも。いや、多くはない。笑いが多いかもしれない。いや、多くはないですよ、別に。いや、やっぱ、オフなんで。うん。なんかその感じでやられると、相変わらずの演者みたいな顔面、はい、顔してる。ほんまにオフにできてない。はい、もうなんかすぐお笑い大名行列始まっちゃいそうだね。いや、わかる。私もちょっと喋りながら、ちょっと福岡行ってきましたのオープニングやなと。まあ沖縄をもう満喫しようっていう。そうやね。面白いとか、これだかとかじゃなくて、うん、ほんまの夏休みだね、はい、うん、っていうことなんで、はい、沖縄っぽいこと、100個するまで帰れません。めっちゃ企画やん。まあ、そのぐらいの気持ちで。一番やってるやん、西さんが一番やってる、はい。カメラも回してんもん。一番やってるやんか。まあけど、そのぐらい、うん、なんか笑いってよりは、沖縄、楽しもうっていう感じで。うん。もう。何でもいいの？何でもいいっすもん。はい。沖縄っぽいの？もう一個じゃん、これ。せーの、シザー。これ一個やろ。まあ、これ1。ちょっと待って。否定しないと。ええ、1。いや、そんなんじゃなくて、とか言わないと。いやいや、そんなんでいいんで。なに？ヤシの実や。いや、その、やる、見つけるってそんなんでいい。え、こんなんでいいやんな。2。2だ大丈夫かな？めちゃめちゃあるで。はい。いや、でも、二日あるから、はい、こんなここで稼がなくちゃも。まあ、それはそうですね。その、大喜利ライブのテンポで焦りたくない。難しい心持ちや。とりあえず、じゃあ行こう。はい、うん。遊ぼう。じゃあ行きますね。行きます。あ、あだ。そんなテンション。いや。そんなテンションじゃ無理よ。斉藤くん。もっと。普通のあれじゃないんやから。沖縄やで、斉藤くん。はい、じゃあ行きまーす。ちょっと声大きな。フロア D やけど。視聴者の人、だからこの A マッソの横並び車中ロケ、あの、かがやのかがくんニコニコツアーライブの映像以来なんですけども、ねえ、久しぶりでしょ、A マッソのパイスラ。どこ行く？今からは、お昼ご飯に。食べましょう。行きます。はい。うちピザ食べたい。ピザ食べたいんだよ。え？でもなんかまたさ、成田空港の時に、あの、キウイチャンネル見てますとか言ってくれた人がいて、多分 ANA に乗ったのね。それを横目にさ、あ、すいません。何？じゃあ喋ってんねんけど。斉藤さんが、うん。道間違えてた。早いって。まだ空港敷地内やから。な、場所、その地名で言うとどういうところ？長田というところなんですけど。長田。はい。まあ、那覇空港から車で30分ぐらいで着くかなというところで、一応今回は本島を回るっていう感じなんやね。本島か。思ってたよりでもめっちゃ暑いと思ったら、東京もめっちゃ暑いからあんま変わらへんな。湿気多いわ。
ほんで、キウイチャンネルの話どうなったん何やったっけ、何したん。あ、そうそう、ANA にね、行ったのよ。まあ、その、我々はジェットスターでね。恥ずかしいやん。そう、やめてほしいのね、その、声かけてくんの。ジェットスター。貧乏社員旅行。うちもっと恥ずかしいで。なんで？あの、空港降りて、うん、うちより先に西さんが顔刺されてた。西さんもな、霜降りチャンネルとかちょこちょこ出てるからな。やばい、お腹すいたを超えてお腹すきすぎている。もう多分もうちょっとまっすぐ行く。これ以上お腹すいたらお腹痛くなる。左前のやつじゃない。いやいや、左手にあるキングタコスです。なあ、村上さんに。お腹痛い。お腹痛くなる。なあ、もう早く辛い。もう早く口の中に物を入れて飲み込んで胃の中に物を入れない。お腹はもうまあまあ喋ってんねんから回したりや。全部全部行くな。何で前行くんや。一台も向いてない。いや、なんかその前半は撮ってたんですけど、何も変わらん。着地見えなくて。普通のダメで。ロマン撮ったやん。はい、普通なんやん。いつだって着地なんか。うちは後半意外と巻き返してる。おいしそうさ。沖縄っぽかった。沖縄っぽかった。お腹減ったさ。おいしそうさ。外の皮みたいなパリパリ。うん、おい。うわー、むずいなこれ。おみったん必見。誰がわかんねん。ポロポロこぼす人のこと住吉弁でおみったん。誰がわかんねん。うん、あ、おいしい。おいしいけど食べ方がむずいね。こういただきます。うん、大丈夫。失敗した。うん、うん、わかった。つけます。ああ、なるほど。リップに変えます。うん。あ、おいしい。おいしいさー。出ました。一個。うん。あ、おいしい。さあ。出ました。よし。うん。マジ。うん。よしよし。うまい。うん、うまい、うまい。もう熱くて、あの、熱いです。膝に、ももに置いた。ももが熱くなる。タコライスやけど。でも沖縄時代、確か。あります。撮ろう、カメラの前で言ってね。マンホールカード。ちょっと今撮影で。こちら、私いたします。ありがとうございます。マンホールカード。え、すご。はい。え、すごくないですか、なんですかこれ。マンホールカード。もらいました。これいる。え、こんな撮ってくれてるの。これで毎回撮ってくれ。自分で、自分用。自分用で。自分用で。こう、こういうとこでもらったよっていう。これがシュレイモン。これがシュレイモン。シュレイモン。おお。え、これは一番外のもんってことですか。じゃなくて今のところ、うん、今あの復元してるうちで、あ、一番外側であるんですけど、あとはもう一つ、昔はあと50メートル先ぐらいに中山門っていう門があったんですけど、はいはい、そちらもなくて、戦争でなくなっていて、あ、こちらの門が。え、なんで首里城といえばこの守礼門が一番有名なんですか。でもこれ一番先に復元された門です。あ、なるほど、ね。復元。瓦まだ特殊ですよね。
医師っていうか沖縄じゃないもんね。うーん、ここは誰かがカリカリしたんですか？子供とかがエレベーターでボタンのやつカリカリって恥ずかしちゃうけど、なんかちょっとコンセプトっぽいあ、乗り直しがね、結構いるんですね。すいません、よろしくお願いします。いらっしゃいませ、メンソーレ。メンソーレ嬉しい、メンソーレいただいて。確かに初面相で確かに結構遅かった。今のはもう位置やね、うん、もうね自動的にやもんね。あ、そういうことか。これを今、あ、そうですね、今見えている場所が木材倉庫、木材加工場になります。今ちょっとグラフィック静電が書いてはいるんですけど、うんうんうん、すごいグラフィックはすごいな。現地の写真の中に確認している。もっと下書きみたいなんでいいですよ。こうなるみたいな。ここにちゃんと力を入れて。これを見たくなるよね。なんか教訓が詰まってるよね。なんか。いや、この赤と。これが。グレーの使い方とかすごい。なあ。これが普通にアートやもんな。お、すごい。カラフルになってきた。いや、もう絶対言ったらあかんけど。これやってる暇あったらってちょっと思ってない。違う人がやってるのか。一人がやってるわけじゃないから。発注してるんだから。あんま、うん、これみんなに組み立てたり、組み立てたりとかじゃない？完成がしてるやん。復元してもこのアートは残るね。残るからな。あ、もうすごい。これあんまないですよ。そうなの、木材。綺麗。うわー、すごい。え、な、これ見せてもらえんねや。木の木ですか？この日の目が当たる木になるか、の木になるか、下の支える木になるか、同じ木なんですけど。これはもともと使われてたもん、木材なんですよ。ね、これね、こっち下のやつがもともと。え、聞くから。なんでそんな伝言方式で。そうですね。もともとあった柱ですか。あ、いや、違うんじゃないですか。違いました。勝手に言ったらあかん。違いました。何用がいいかなと思って。こっちで聞くから、直接。かましてるだけの。かまし棒でした。聞こえ、聞こえ、聞こえ。かますために買いました。次の世代や。ツヤメっていう場所が建ってるんですけど、うんうん、あの正殿を建てるための建物、はいはい、これがあることで、うん、あの雨風しのいでも正殿を建設できるっていう建物なので、雨の日でも関係なく、すごいねっていう施設になります。そりゃそうよね、だってね、台風とかね、台風とかで難しいもんね。なんか最低の階にあった。屋根の家の装飾物の竜頭目の飾りっていう。ああ。うち、これね。あ、そうです、ね。そっかそっか。焼けちゃったんだ。そうです。魂は残ってる感じしますよね、でも。でここだけ焼けるかーの気持ちがあるよね。あ、そうですね。ねえ。ポストあげたりみたいですね。ポスト言い方。お通し出てくるやつ。めちゃくちゃうまいけど。これはあんまり美味しくない。ええー、ってそう。ええー、ねん。あれとエビセンはちょっと。オープンしたばっかりのいろんな場所になるんですけど。うんうん。あの、ツヤメの中の静電が取っている。うわーすごい。すごい。すごい。うわー。今週、ちょっと柱の1本目が取ったばっかりで。はいはいはい。ちょっと進んでるんですけど。うん。あ、すご。すごいねー。うん。8カットか。ね、それ何だ、数を8角、8角に削られた。そうね、もあるし、16もあるし、32もあるって書いてた。あ、勉強そう、勉強、ね、そうそう、だから今はあれは8のやつやないやなと思って。なんでやねん。沖縄ワールドです。来ました。よいしょ。いろんな、いろいろできるんですよね、はい、ここはまあ、沖縄のいろんなものが楽しめる場所ですけど、はいはい、うん、ヘビーを、はい、首にかけれるというか、かけませんというのを聞きまして。かけません。それはもう、坂本ちゃん、それはロケすぎる。まあそれ、でも社員旅行でしょ、全員の
楽しいを優先しようよ。でもこれやりたくないって事前に LINE 言ってたじゃないですか。うん。ってことはまあ、やるってこと。そんな永遠24時間お笑い LINE じゃないな。やりたくないってことは、じゃなくて。セッティングしてもらってるの。すなよー。行きましょう。一回人数おるし。あ。いやいや。じゃん負けにしよう。何人ぐらい、ヘビのコンディションもありますもんね。ね、何人ぐらいまでやったら、結構、しんどいですよね、ヘビもね。お一人も行けますし、うん、皆さんも行けますし。行けるって言ったかな。違う違う違う。行けますし。資源。行けますし。お姉さん、バラエティーな。ヘビ、そうですね。二人とかぐらいですかね。みたいな。二人ぐらい。二人ぐらいや。二人ぐらいや。二人ぐらい、じゃんけん。はい。はい、負けた人二人ってことですか。負けた二人、二人。ちゃんと。え、やりたい。めっちゃ嫌がってると思った。うちらより嫌がってました。お姉さんに負けた人がやる。負けた人がやる。はい。最初はグッ、じゃんけん、はい。よしよし勝った勝った勝った。はい、誰今、パワー残ってんの誰。はい。カノンさん。え、ちょっと待って、出してた。出してた。うん。カノンさん、斎藤さん、辻さん。あ、ちょっと待って。やりたくないにと眠い。いやいや、もう良くないか。違う、二人って言ったから。さあ、行けますよ。2人しか無理やからな。2人しか無理ですよね。今日無理ですよね、2人しかね。2人しか無理なんですよ。3がもうちょうど最初はグッ、じゃんけん、ほい。1でも行けます。1でも取れる。いやー、違う、2って言ったからやりたい。1人に2匹。なんて、死ぬ死ぬ死ぬ。それもいけるんだ。いやだ。はい、最初はグッ、じゃんけん、ほい。リアクション薄男。それもきつい。それもきつい。リガーもう限界が。頑張る。ここ外かんやん。あ、ここ？それや。ほら、ここで、ほら。あ、ここ、あーかん。うわ、かわいい。あー、そう。あー、お兄さん。うわ、そう。白いアルビノ。どうしますか？これ何歳ぐらいですか？この子で5、6歳ぐらいですね。長さが3メートルないぐらい。ああ、なるほどね。今お腹減ってる感じですか？結構。いや、ここに出るときは、お腹の中は空腹の状態。空腹の状態。空腹だ。お腹に餌がある状態だと、動かしちゃうと吐いちゃったりするんですね。ヘビは。でもその何でもええから食べたいみたいな時って人にもあるじゃないですか。はよやれねえ。負けあるからね。まあまあそうですね。生き物なんてやっぱ絶対がないので。うん、え、その人間食べる可能性は現地では食べられてたりしますね。鹿食べたり。負け負け。あれ巻いたらええやん。え、それ、ちょっと待って、その説明で合ってます？行きましょう。はい。行きましょう。行きましょう。はい。こっちは回します。はい、じゃあですね、ちょっと熱いんですけど、真ん中。でっか、うわ。え、じら、じら。大丈夫でしょ。見た。見た。いや、でっか。めっちゃ狩野さん見てます。まあ、でかいだけで何もしないですよ。うん、はい、おとなしいです、めちゃめちゃ。めちゃめちゃおとなしいです。名前は、この子はチュラさん。つけんでーす。おー。チュラさん。あの、見ましたよね。連続テレビ小説。うん。チュラさんね。僕ら見てましたよね。かわいい。頭どっち側にしましょう。こっち。じゃんけんし、じゃんけんし。え、でも負けたの、狩野さん。一番負けたの。もう一回じゃんけんどうしよう。もう一回じゃんけん。じゃんけん。負けた方ね。負けた方がね。じゃんけん、ほい。あ、行こうでしょ。まあ、運命ですね。エンターテイナー。はい、さすが。エンターテイナー。素晴らしい。いやそれはドッキリもかけられるわ。自分で振り直して。うわぁいいかぁうわぁあ、全然でもお兄さんも。あ、もちろん、もうジェットコースターのベルトみたいな感じです。はい。いや大丈夫です？置きますか、じゃあ。僕はもう大丈夫です。いきます？いつ整ってんの？いつの間にか整って。もう想像できたんで。行きましょうか。はい。行きます？暴れると。じゃあちょっともうちょっと詰めてくっついてもらって、ちょっと肩乗せるので。
写真撮っていいの？はい、じゃあ肩借りますよ。いきまーす。はい、失礼します。大丈夫ですか？はい、じゃあね、手パーにしてもらって、ちょっと支えてもらいます、こんな感じ。頑張れ。バッチリですね。それとも、こう、顔をこうします。もう無理。乗ってる感じですね。乗ってる感じ。大丈夫。乗ってる感じ。下から手に。もう。はいはいはい。いや。どうやろしょ。だって巻いてんねんからいけるって。もういや。もういや。怖い。動いて。行きます？待って。コースのリアクション OK です。はい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 。もう持ってあげて、持ってあげて。波を。もう無理。もうお前ごめん。ごめんなさい。もうほんまに無理。お前。助けて。ごめんなさい。もう。斉藤くんだけ任せてもらおうか。お兄さんだけ任せますよ。怖い。一人で任せてもらおうって写真撮ろう。もういや。こっちで尻尾持ってもらうんで、ちょっと乗せてもらって。怖い。乗せるだけいいですか？軽く乗せて、軽く手のひら乗せて、こっち持ち上げて。はい、はい、あと前見せ、はい、はい、リアクションゼロになっちゃう。はい、前見せ、はい、はい、チーズ。あ、でも怖かった、やっぱ怖かった。顔、はい、いきますよ、はい、チーズ。作ったよ。いいね。うわ、全然もしないんで、おとなしいですよ。すごい筋肉いる。うん、せっかく。ほんまに、触るだけ。落として終わる。ほんまに、もう無理って言ってや！ちょ、騒ぎになっちゃう。失礼します。大丈夫です。のんびりです、のんびり。チュラさんが、チュラさんが怒っちゃうから。大丈夫ですか？ありがとうございました。ありがとうございます。もうさ、沖縄ポイント10、あ、入れてよくない？ガッツにさ、ちょっとそうですね。今の10入れていいよな。いや、全然。細かい。一人なんか、ジャンデな。引き派がいる。お前、もっとヘビやろ。みんな、うん。みんな、うんうんな感じだったの。ハクみたいなやつ。ミヤ。ミヤ。緑泉堂という場所になっておりまして、はい、鍾乳洞になります。うん。30万年の時が作り上げた鍾乳洞。できるまでに30万年かかってます。はい。これからもじゃあ進化し続けていきますね。なんで引き取ってもらったの？今何も浮かばない。意思疎通できましたね。これからもじゃあでよう分かりましたね。なんなん今の連携は。行きましょうか、じゃあ。おお、すごい。うわー、すごい。はあ。ついたり消えたりするんで。あ、でも自然のこの水ですね、今。ポチョンポチョンって。あ、そうですね。流れてきてますね。はい、おぉ、突起物が。いっぱいや。何がどうなってこういう形になっていくのか。上から水滴が落ちてきてると思うんですけど、はい、その水滴が固まって積み重なって。固まってんの？これ水滴なんですか？そうです。はい。こういうのがなんかぬるそうだけど、ぬるいんですか？ぬるい。あの表面がですか？はい。あの湿っているので、そんな風に。なんか塩分かなんかが含まれた水ってこと？あ、そうです。石灰成分が入っているので固まっていきます。ふうふういわ。目音いわ。ふうふういわ。ふうふういわ。目音いわ。目音いわ。
あの二つの。あ、そうですね。すごい形。上からのものと下のものがつながってるんですけど、あんまりこう自然界では考えにくい形らしいです。ならないんだ、あんまり。はい。なるほど。ありがとうございます。ここすごいわ。ステリーハンパーか。あるね。宇宙。格好的。生き物な。沖縄クイズ出題しておきます。はい。ここでクイズです。最初の岩は何でしょう。最初の岩、そんな最初の岩、最初に見た名がつく岩は何でしょう。そんな記憶系。さあみんな答えて。見たやつを答えるやつもね。さあ復習テストじゃないんだよね。よく見れば分かる発想じゃないんだよ。はい、辻さん。V の中で答えた。V の中に出てきたらあかんの、辻さん。目をといは正解。てて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 。V 降りた。スタジオでやることは確認。ああすごいなあ。絶対言わないんですけど、スパーワールドみたいですね。本当だ。こういうモチーフの風呂ありますよね。逆やねんけどね。な、はるかをさ、誰が一番可愛く撮れるか選手権しようやん。ちょっと欲しくてやる。あ、それぞれ指示とかも出して。あ、そう。確かにアプリでやってるのもちょっと違うな。顎引いて。あ、かわいい。あ、かわいい。あ、笑って。すごい。すごい、カメラマン。あ、結構いいけどね。はい、どうぞ。なんか、悩ましげにしていただいて。違うけど。違う。オッケー。いや。じゃあ向こう向いて。え？ちょっとですか。で、振り向いて。え？あ、いい。ああ、いいね。手すりに手ついて。こっち向いて。あ、あ、めっちゃ可愛いな。めっちゃいい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。斉藤くんはどうなんだ？パターンがどんどんなくなってくる。じゃあちょっとしゃがんでもらって。ありがとう。自撮り行く？ありがとう。自撮り行くとこれ。自撮りでもしたことないんですけど。ここで一人に来たと思ったやつ。え、全然できない。え、難しい。取ったことなさすぎて、取ったことなさすぎて勝てない。むずい。ちょっとむずいですね。めっちゃ夢ある。できた。前向きじゃないな。恥ずかしがり屋さん。怖い。ということで、沖縄一日目、65点、乾杯。お疲れー。お疲れー。はい、はい、ありがとうございます。美味しい。初日お疲れ様でした。いい朝さ。お疲れ様でした。まあ、ほんまに一日ロケしただけですけど、露呈したそのウィークポイントみたいなのがこのコースにも現れてると思うんですけど。何ですかこれ。とにかくそのオフ風ができなすぎる。あのパソコン立ち上げてみたいな。俺の仕事やらせるみたいな。これからまだ仕事残ってますみたいな。なんか居酒屋でご飯食べながらとかも今までやったことないやん。カメラ回して。初めてやりました、ね。それちょっとやってみようっつったら使われへん会話しかしなくて。9割7分ぐらい使われないやん。話しかしてない。でもちょうどいいのがほんまからやな。それをやらないって思ったら、
はい、というわけでねとにかく間がないっていう、はい、2個なんですよ。これちょっとじゃあ明日へ向けて課題というかどうする、うん、もうオフを諦めるっていう方もあるよ。ありますね。明日はもう地方のロケ番組ぐらいオンでやる方が、それも確かにいいかもしれない。良くないかもしれない。一応さ取ってつけたような軸、沖縄を100やるっていうのの今経過、あ確かに何個何個、いやめちゃ今めちゃめちゃざっくりなんですけど、あかんでこういうカウント系でざっくりなんかないから。いや、あのいつ詳細にするつもり。あのいや断定して45。それも違うね、それも多いね。うん、悪くないな。悪くない。通帳今日半日で1日目で45やらしゃいけるな、全然無理やんとか言いたいから。ちょっと今日は妹ちゃんだけ来てないので、妹ちゃんに電話しましょうか。つなぎましょうか。みんなめちゃくちゃね、今妹ちゃんに会いたくて、はい、そうですね、半泣きやと思うから。今回は怒れない。見えてますか。見えてます。いもちゃん、飲んでる？飲みました。飲んでるよね。はい、飲んで寝ちゃってました。何本飲んだん？何を何本飲んだん？え、今でもまだやばロング缶やん。今何してたん、飲みながら？フルハウス見てます。そうみたい。信じられへんと思うけど、65点ぐらいやった今日。なんでですか？寝不足だからですか？まあそれもあるけど、天気が良すぎてちょっと全員やられたのがあったと思う。ちょっと焼けましたね、カノさん。え、ほんま？焼けた？いや、わかんないです。お互い寝ようか。もう一回あれ見せて、あの YouTuber みたいに。やば。濃いめのレモンさ。ロング缶やばいって。ありがとう、おやすみ。おやすみなさい。おやすみ。いや、その下手すぎるの一環で、普通さ、結構いいとこなのよ。そうですね。部屋もなんかみんなで泊まれて、それぞれの部屋とかじゃなくて、和室があって、ベッドがあってとか言って、普通さ、どこをベッドするとか、取るよね。ついて、ドア開けてさ、うわーとか言って、え、2階もあるやんとか、みんなどこベッドするとか、取るよね。このうちここ。いや、なんかじゃんけんとか、どこがいいとか、ドラフトとか、いくらでもやねんけど。ひどい。まあ、やってもいいけど。やりますか？確かに。ちょっと待って、ちょっと待って、コロナ禍で、私が一番やりたい人今、現状、今、私が一番やりたいってこと。じゃあ、背負うけど。それで動くけど。確かに、絶対取るべきですね。絶対取るべきですよね。寝てるやん。これやばいっすよ。前代未聞症だよ。これやばいっすよ。見ますか、じゃあ上ね。はいはい。ドラムさん案内してください。これ2階ね。はい、ここもあるんですよ。はい。あって、すごいよ、これほら。もう団らんできるみたいなさ。おぉ。ここで、みんなでこう、喋ったりとか、沖縄ってさ、どんなテレビやってるんかなとか、みんなで言い合ったり。で、ここでちょっと、なんか、軽いね、朝食食べたりとか、うん、もうできます。全員でやればよくない？な、私だけ？全員でやればいいよ。一番テンション上がってきたみたいな。もうめっちゃ荷物受けるし。それさ、普通さ、入ったとこ取るから。入って、はい、わーとか取るから。もうできない、それは。もう、一回片付けてとかできないから、ね。全員、3回ずつ寝転んだ後に。はい、で、はい、次上行きます。上行きます。ね、嫌やねんけど。ここで上に3階もあります。ここを2日間、今日と明日泊まります、みんなで、はい、さあここは、あ、ここもいいやん、うん、ベッドがあってソファー、すごい、で、ちょっとした畳、うん、スペースで、奥もあるのかな、あります、あ、すごい
ここは、あ、3ベッド。ここと、ここ。だ結構棚があるってことは、多分1週間泊まるとか。はいはいはい。長期ステイ。長期ステイもできるって感じやんね、多分。いや、この後みんなで銭湯行くからさ。はいはいはい。うん、ね、近くです。近くにね、近くに銭湯があるんですよね。そう、最高よ。あげんなって。結構危ういから。ちょっと待ってよ。お風呂入ってるやつおるやん。斉藤君。え？風呂。いや、その風呂紹介とかするから。風呂入ろうとしてるやん。え、もう行けへんの銭湯。いや、どうしようかな。だらだら喋んない。どっちか逃げてる。どっちか逃げてった。逃げんの、カメラ。違う違う、僕はちょっともうすぐ寝ますとか言ったら、なんでやねんとか言えるから。いや、どうしようかなと思って。カメラから吐けるってなんなん。奥からシャワーの音聞こえて、なんも、シャワーもなんも浴びてない。服着たやつが。浴びとけよ。で、シャワー浴びててさ、お前もう何浴びてんねん。もうできるやん。濡れ、一切どこも濡れてない。濡れてない。何を出して。お湯だけ調整してさ、ほんで銭湯行くん。どうしようかな。ツッコミしろないって。むちゃくちゃです。本当に。割とその社会人としてはまともなメンバーを集めたつもりやったんですけど、うん、はい、なんかこういうみんな欠陥だらけやと思いませんでした。明日が不安です。はい、おやすみなさい。